スイッチオン。おお、盛り上がってるぞ。ああ、これ前回までのあらすじ。動画撮影中に左足が折れてしまった切り返し仙人。切り返し仙人は新しい体を手に入れるため、伝説の医者ドクター K を訪ねるのであった。群れを嫌い、権威を嫌い、束縛を嫌い、専門医のライセンスと叩き上げのスキルだけが彼の武器だ。外科医ダイモンカエル君、またの名をドクター K。 ドクター K、 できることならあなたに切ってほしい。このオペ私がやる。あんたたちの手には負えないって言ってるの。大丈夫、私失敗しないので。メスモノポーラ。バイタル、体温 36.9、血圧110-55、心拍数84でサイナス。うわぁ。かくして、手術は無事成功し、切り返し仙人は新しい体を手に入れた。大門先生、ありがとうございます。これでまた大好きな剣道が続けられます。敵だろうと味方だろうと、良い人だろうと悪い人だろうと、そんなことは関係ないの。患者がいればオペをして助ける。それが誰であってもね。百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店のうがです。やってますか。おー、いや毎日暑いっすね。稽古がほんと大変。突然ですけど、この間自転車乗ってたら工事現場通りかかったんですよ。そしてね、そこの働いてる人とか、こう旗持ってる人が空調服着てたんですよ。はい、あの空調服って涼しいの。じゃあ今日の本題です。剣道着に空調服のファンつけてみた。調べたら、実はあの空調服のファンだけ売ってるんですね。 Amazon で2580円でした。というわけで早速買ってきて、今僕のこれ手元にあります。これを今から剣道着に取り付けて実際稽古してみたいと思います。最初にお断りなんですけども、今回の動画ですね、いわば実験ですよ。動画として楽しんで見てもらえればいいと思います。うまくいったからといって真似してくださいっていうつもりはないです。うまくいかなかったら笑ってください。子供たちとか学生さんっていうのは昼間やってたりするんですよね。例えば部活動だったら朝からずっとこう武道館の窓とかってこう閉め切ったまま、部活の4時ぐらいまでね、ずっとこう気温が上がり続けてるわけです。4時ぐらいになって、わあ部活だって言って窓開けたとしても、もうめちゃくちゃ暑いんですよ。で、壁には温度計がかかってて、最近なんで色分けされてるんですよね。グリーンは OK、黄色は危ない、赤はもう無理よ、もう無理よになってるんですよ。赤なんですよ。完全にレッドゾーンに、武道館ってもう結構なってるところがいて、もう暑いだけでクタッとしちゃう子もやっぱりいるわけですよね。そういったのが今年だけじゃなく来年も再来年も続くわけじゃないですか。なんで少しでもきっかけになればと思って作りました。楽しく見てください。じゃあ早速ちょっと開けてみますね。空調ファンセット、ファン2個、ケーブル1本、どんな感じかなと。おー、なるほど、はいはい、こういうの入ってて、ファンは、あーなるほどね、おー、ファンじゃん、なるほど。で、ファンが2個と説明書か。ここはこういう風になってて、外れるようになってて、この間に、穴を開けて剣道着を通して、ここで裏側からくっつけるわけね。はいはい、 OK です OK です。で、こっちのケーブルが、あ、もう簡単簡単簡単、これをここに通して、あ、こんだけなので、これを反対側をここに通して、それでここにモバイルバッテリーだ。で、これがスイッチと。それで今モバイルバッテリー持ってきました。これをこうつけてと、いいのかな、スイッチオン。おお、わかる、めっちゃ来てる。え、どっち、こっちから入ってこっち来てるのか。じゃあこっちが外側だね。うわ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。よー、いいいいいい、めっちゃ来てるよ。これわかるかな、こんな感じね。ライオンくんの立て込みがこんな感じです。強弱できるんだ、強弱がある。ああ、強中弱か、はいはいはい、オッケー。それで、こういう風にね、剣道着があるとしたら、これ背中の方からこう見た時にね、この辺につけたいよね。この胴とかのこう、袴の帯、腰板の上になるようなとこ、この辺ね。で、この辺にこうファンが来ればいいかなと思ってます、さりげなくね。なんだけど、これって直接ここにはつかないんですよ。生地が柔らかいん で、どうするかっていうと、こういうワッペンがあるんですね。このワッペンを間にかませます。このワッペンがなんか超目立つんですけど、こんななんの。いっか、内側からワッペンしよっかね。どっちでも同じだもんね。だからちょっとこの青いの見えるの嫌なんで、内側からこんな感じだよね。こんな感じ、これ内側ね、剣道着の内側見てます。内側にこうつけて、土台をしっかり作って、ここに、これを挟み込むと。外からこうかな。で、内側からこう止めて、外からこう止めるというわけですね。では、今ちょっと横でアイロンを温めてますんで、これもうこんだけ？ちょっと待って、説明しようか。空調ウェア加工。
自作キット剥がしたりするのかな。あ、何もしないね。うん、直で言ってんな。当て布してくださいってことですけど、はい、じゃあ当て布持ってきました。これをこうしてつければいいのね。で、上からアイロンと、もちろんこのアイロンの台敷いてます。ここね、いい、じゃあいきます。なんか剥がすのかな。だよね、剥がすよね。剥がしますでした。で、こっちも剥がします。なんか変だと思ったよ。こうでしょ、剥がしてペリのこうね。よし、はい、じゃあここにくっつく気配なかったもんな。当て布をして上からいきます。どうだ、くっつかん。あ、くっつく、くっつく。 OKOKOK OK、 OK、 くっつく、くっつく。よし、いい。これはアイロン接着でもいいんだけど、できたらここを縫ってやるとより大丈夫ってことでしたね。おお、いいよいいよ。それで反対ね、当て布をして、この辺かな、この上から、はい、アイロンをしてやります。で、これができたら冷めるまで待って、ここをね、ハサミで切り抜くんですよ。イメージ図としてはこれだから、これね、ここウィーンってきた。じゃあちょっと切っていきます。あー、ごめんなさい、いいのかな。いや、マジごめんなさい。よいしょ、これは本当に別に真似してもらわなくていいんで、ごめんなさいね、謝りながらやります。はいはいはい。で、ここにこれをこっちからか、表側から通して、よいしょ。お、ぴったりじゃん。え、入んない、入るか。結構、あ、結構、おー、結構クイッとクイッと、結構力いるのね。こうしてこのファンをねじ回すと、わかりますよ。よし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 。で、反対側も、いやいや、いいんじゃね。おー、ついてる。で、反対側も、これ今内側です、剣道着の内側、謝りながら切ります。ごめんなさい、やりたくないです。よいしょね。これがもしね、一人でも熱中症減るかもしんないじゃん。これをのけて、表側からこのファンを通して、よし、結構押し込みます。結構押し込んで、はい、で、上から固定するやつをクイクイクイッと、はい。というわけで、ということは剣道着の内側にこれが来るんだね、このファンの、これがね、これが来て、モバイルバッテリーとスイッチが内側に来るのか。一応反対側、外側、表側見てみるとこういう形になりましたと。で、スイッチ入れてみますね。スイッチオン。おお、盛り上がってるぞ、盛り上がってるぞ、剣道着が。あー、これよくね。はい、というわけで、夏の体育館に移動してきました。現在時刻が、2時23分、真夏の一番暑い時です。そして、温度計を見てください。見えますかね、40度、40度、湿度が 26%。この状態でもうね、立ってるだけでもう汗がダラ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 出てくるっていう感じです。窓も閉め切って、このファンのね、空調服のファンのついた剣道着の検証をしたいと思います。これ着た感じどうですか。まあ、ここにファンが2つあるんですけどもね、で、バッテリーはこの中に入ってます。これなかなかね、着るのが難しかったですね。どうしたってこうバッテリーとかケーブルがダラーンってなるので、この中にスイッチ入ってます。ちょっと押しますね。はい、おお、今着いた。はい、後ろからこう風が来てます。風が来てます。ここモコってなってる。はい、確かに風は来てます。なんですけど、思ったのが、ここ胴紐があるじゃない。これ胴紐で風の通り道が遮断されて、腕の方までにはあんまり来ない感じかな。で、あとここから抜けると思ったんだけど、ここには来ないですね。あくまでこの中、この胴の中、この中で風が行き来してる感じです。実験としては分かりました。体はですね、めっちゃ涼しいです。このファンの音も気になりません。落っこちそうだったバッテリーもこの中に収まっててあんまり気になりません。だけど、ここは同じ、このマスクがあるやつね、ここは同じだから息苦しさは変わんないです。面がなければ、もしくはマスクがなければよかったかなっていう感じですね。それともう一つなんだけど、この今ね、ジャージ剣道着の人は僕今何も着てないんですけども、そうするとこのファンがなんかやっぱくっつくんですよ、体にね。で、ここがもうペタペタして気持ち悪いんで、いや、ボクシックもし使うんだったら中に1枚なんか着てやった方がいいかもしれないですね。じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。汗やば。ホームページが新しくなりました。剣道具の選び方の動画が100本以上あったり、かっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします。無料カタログもこちらからプレゼントしています。
ぜひ遊びに来てください。